明るい話あ。まあ、明るい話で言うんであれば、あ、そうだね。うーん。そうっすね。なんだろうな。なんか、最近でもね、和歌もなく不可もなくみたいな毎日送り、あのー、送っていますので、明るい話か。明るい話か。 だって、メンエースだっていけねえしさ、そんな、でも一回も言ってないんだから、何も、何もないですわ、マジで。鈴木ジュニアはつったって、なあ、よっちゃん怒られてたけどな、奥さんに。あれ、<laughs> なんか最近さ、なんかあいつ、自分の赤ちゃんはさ、ノーメイクで写してさ、なんであいつ自分だけ、フィルターかけてんだ、あいつ。 なんか、俺、納得いかねえよ、あれ、マジで。なんで自分だけなんかさ、あれ、なんか絶対使ってんだろ、あれなんか。うーん。赤ちゃんありのままで、なんかね、ちょっと違うんだよ、なんかな。綺麗方向に行こうとしてんだよ、あれ。なんで格好つけてんのよ、わかんねえ。 そっちの路線にシフトチェンジしてんだ、多分そう、本人が、えーまあしたいって言うなら、それ止めねえし、ねえ、特にあれだよ。えー、まあいいんだけど、しょうがないけど。えっと天ちゃんもね、なんかね、いろいろね、どこまでさ、2人がツイッターで、 自分のこと言ってるかっていうのが、俺も全部把握してわけじゃないんだから、どこまでがさ、結構ほら、あの年になってくると、あのこの前さ、飲み屋でやらかしてさ、レベルの話よりもさ、なんかもう本当、ライフステージがもう、数段、いろいろ上がってて、ねえ、ま、天狗ちゃん子供できたっていうのはみんな知ってると思うんですけども、ま、いろいろね、あの、いい意味でですよ、悪い話は全然ないんですけども、いろんなことがこうあって、それをさ、 まあ本当に2人は頑張ってるなって、もう僕なんかと比べて、今日本当にパパやってますよ、<laughs> マジで。時々競馬報告してる。松本さんは職場に好きな人なんかはいないんですが、いないっすねー。いない、できないっすねー、なかなか。だからもう、なんかね、そういう感覚多分ないっすね、今ね。うんそれって無理してね、ん作んなくてもいいなと思うんすよ。だから今 なんか無理して別にね、そういうのじゃなくていいと思う。それは。いや、でも、無理してやるべきなんだと思う、ほんとは。<laughs> うん。これい致し方ない。再婚できると思う。うん、いや、思わないっすね。正直思わないっすね。でも別に、ほら、ま、ほら、またなんか嫌だよ、その締めっぽい話。俺、母ちゃんもさ、母ちゃんにも俺、ま、会うたんびに、つんなった。さ 顎の顔何々くんのところ、じゃあ、あのそんなことはまず最初に言わないんだけど、あの何々くんのところ、二人目生まれたって、回りくどいのもう。もう、その時にすぐピクン。ピクピクピクンって。ああ、そうなんだ。よかったね。つって。松本家も、松本家の、 あなたの世代、まあ、いるんだけど、僕の世代、あの、俺、兄弟はいないけどし、いとこはいっぱいいるんだけど、あーれも子供を産んでなくて。一応俺が、その、系列の中のいっちゃう上なんだけどさ、松本家も、ここで終わりね、って。そんなことないよ、って。大丈夫だよ、って。まあ、でも、あのー、そうなんすよ。まあ、だから、 わかる。でもそれをね、言うなよ、母ちゃん。そんなこと俺に言うんじゃねえって。言えないですけど。母ちゃんの旧姓をしてて、バカなんじゃないのまたバカがやる番組。なんで言わないといけないんだ母ちゃんの旧姓だけは絶対言わなえわ。いろいろバレ散らかしてんのに。